斜里町役場ウトロ支所です。こちらではこの後午後1時から説明会が開かれるんですが、先ほど5分ほど前に社長が中に入っていきました。沈没した観光船カズワンの乗客の家族およそ20人に補償について説明されることになっています。説明会では運航会社の桂田社長が補償などについて直接説明する予定です。現在も行方が分かっていない12人の捜索は続いていますが、新たな手がかりは見つかっていません。船体の調査にあたる民間の作業船新日丸が今日午後にも現場海域に近い網走港に入港します。新日丸は早ければ今日にも現場海域に入り、無人潜水機で詳しい調査を行う予定です。